ある日、岸田総理大臣は来月の訪問予定を発表しました。11日からはリトアニアとベルギー、そして16日からは中東3カ国を順に訪問する予定です。まず、リトアニアに着いた岸田総理。彼の珍しい趣味は各国の郷土料理を食べてみることです。リトアニアの伝統料理チェパリナイを試してみましたが、彼の口には合わなかったようです。それでも礼儀として食べきりましたが、その後体調が悪くなりホテルで休むことに。次に訪れたのはベルギー。ベルギーで有名なワッフルを食べると体調がすっかり良くなりました。そしてあまりの美味しさに岸田総理は笑顔を忘れずに食べ続けました。そして次に訪問した中東の3カ国でも岸田総理の料理体験は続きました。しかしここでも珍しい食材がたくさん登場し、岸田総理はまたもや体調を崩してしまいます。しかしその度に現地の特産品を食べることで体調を整えました。最後の訪問地では現地の大臣から特別な料理を勧められました。それはハバロハトラという名前の珍味で、その地方特有の鳥を使った料理だと言われました。岸田総理は何も知らずに一口食べてみると今までとは違う美味しさに驚きました。その後現地の大臣が言いました。ハバロハトラは我の言葉で火の鳥を意味します。それは実際には我が子供の頃から夢中になるテレビアニメ火の鳥の主人公の名前で、その名前の由来はこのアニメからです。岸田総理は驚いて、それは日本のアニメだと言いました。それを聞いた現地の大臣はにっこりと笑って、その通りです。そしてその料理の正体は実は日本から輸入したお寿司だったのですと告げました。岸田総理はさらに驚き、そして笑い、いました。なんと一周回って日本の料理になってしまったか、と言いながら周りも一緒に大笑いしました。結局のところ、岸田総理の料理体験は面白おかしく、そして最後には笑いに包まれて終わりました。